どうもお疲れ様です。3月15日朝6時の相場解説になります。まず、冷やしを見ていくところですけども、え昨日ですね、こんな陽線陰線の話をしたと思います。ローソク足の話ですよね。実体があって、同じぐらいの長さの上髭、同じぐらいの長さの下髭が出ていると。これっていうのは、上にも下にも、それから横ばいにも行く方向をかなりね、迷っていて、どっちにも傾きうるってことです。ですんで、この次に出てくる、 ロソク足っっててのが非常にに大事になってきますよねということで見てみるとここ陽線が大きく上に出てますね陽線が出ていてかつですねかつですよ上をちょっと押さえるように若干長めの上引きが出てるかなってところです基本的にはこれは緩やかに上昇に向かう方向と考えていいんではないかなと思いますよねもちろんまだ日足が確定してませんので今の時点でですよ今の時点でそういうふうに見えるってことになります で、今まだ確定してない要請のことについても、ちょっと危険になりますんで、4時間、1時間の中で確定してる部分を探っていくっていう作業に入るわけですよね。まあ、あの、全体的には上昇していった部分がありますけども、この下げっていうのがね、セカンドリートレンドとして、えー、またね、再び上昇を継続していくんだろうとは思いますが、はっきりとはまだわかりません。はい。で、4時間の方を見てみると、こんな形になってますよね。昨日ですね、 一昨日だったかな <laughs> 昨日だと思います昨日か一昨日なんですけどもここでそこを打ったかなっていうのがまさに私の勘がドンピシャでそこを打ってですね上昇に向かっていったのは非常にラッキーだったなと思いますおかげさまで <laughs>、えー、このレンジを早めに築くことができてそしてこのレンジ幅を取ることができたのが昨日の話だったですえっ、ー、と昨日ね私の動画を見てた方も同じようにやって利益が取れたって方と あの考え方がよく分かったというところでね、あの、メッセージの方をいただきまして、あなんか伝わってよかったなと思うところでございます。えー、もちろんね、FX オリガルヒの方の中できちんと利益確定した方もおらいらっしゃいますし、それからね、オリガルヒじゃない方で考え方について勉強になったんで、ちょっとオリガルヒの詳細を教えてくださいみたいなね、お問い合わせもありましたんで、ちょっとオリガルヒの詳細につきましては、ちょっと来月お伝えしますよってことにさせてもらいましたけども、ちょっと今月はもうね、あのオリガルヒの入塾を受け付ける状態 にはななっていないんですいませんけどもえご理解いただけくようにまお願いしようかなってことでございますねはいちょっと喉が痛んできましたねまたねはいじゃあ1時間を見てみましょう1時間はどうでしょうかはい1時間、はい、昨日のことなんですけども昨日は15分もちょっと見たんですけどもこの間のレンジで推移してるよってことでここからここの間が取れたよねってこととあとはねあのー、今後また 売りの方向に動いてきたんじゃないのっていうところと、あとはこれが上昇トレンドの途中だから、いやいやすぐに次のレンジのフェーズに来るんじゃないのっていう風なね、二つの考え方が攻め合ってるところだということを、前回、えー、3時前後の FX 折り合い費の放送でお話して、6時ぐらいに一定の結論が出るんじゃないかなと思ったんですけども、今のところ結論出てないですね。今のところ。ただ、 出てない以上はレンジオプションで攻めるのが得策だと思いますので私の場合はもうセルをかけているところでございます今含み益を生んでますねただ今回ねあのそのままずっと下がってくれればいいんですけどもやっぱり上げトレンドこの右肩上がりのトレンドの方に戻っていくだったらもしこっちの方に乗るようだったらどっかでロスカットそして、えー、っとここを超えた時点で倍にかけようと思いますここですよここ もしくはここを超えた時点で倍に書きようかと思いますまあそういうふうなリスクヘッジをしながらの今日の6時の解説でございましたあ実際はね今セルにポジションを取ってますけどまあ私が取ってるからって言って皆さんも同じようにしてくださいってことはないんですけども考え方としては今セルを入れていて含み益を持ってるのはそんなに不思議なことでも難しいことでもありませんとただ全体的に上昇トレンドが疑われる局面なんでそこは慎重に 次の準備もしておきましょうということで、今回の放送にさせていただきます。それではね、また、あの、午後にでも追加放送しますので、その頃になったらね、また動きがあるでしょう。うん。まあ、あの、早ければ、10時前後にもう一回ぐらい、ちょっとね、追加放送したいと思いますけども、それがなかったら、ま、今度は午後1時ぐらいだと思っておいてください。え、それでは、一旦以上でございます。お疲れ様です。